あ、もしもし、はじめまして、和道と申しまあ、す。すいません、いきなりね、申し訳ないです、いきなりちょっと連絡しちゃいました。連あ、絡っていうか、あれしました。いえいえ、動画の方にコメントありがとうございました。頼みます。和戸さんの方の、はい。まあ、ちょっと僕、まあ、今、暇つぶしで怒られちゃいますけど、まあ、結構動画ずっと朝とか見てて、まあ、超面白かったんで、あ、こんな、実際受けてる人の、まあ、動画って、まあ、いくつかあるんですけど、結構、結構、ふわちさんのが、僕的には結構一番しっくりきたかなって感じで話聞いてて、結不構正受給の話とか、白住さんと、あと西川さんと、北海道西川さんと白住さんっていう方が、生活保護受給しながら配信をしていて、あ、ちょっと待ってね。白住さん。あ、ちょっとカタ待ってね。カナで白住さんですね、ふわっちだと。ちょっとごめんなさいね。ちょっと整理整頓。すいません、ダメだ。すみません。あ、じゃこれでいいや。白住さんですね。図は、巣に点々ですね。巣に濁点で、白住さんです。白住さんですね。で、カタカナですね。白住で。あと、西川さんっていう方も、生活保護をカミングアウトしながら放送をされていて。ああ、そうですか。なるほど。で、白住さんはもともと僕が、生活保護を4年間受給しながら生放送をやってる時に、その生活保護を生放送で抜けたっていうので、影響を受けて放送始めてくれたって言ってくれていて。なるほど。あ、それやってるんですね。現在じゃ、受給されてる方なんですね、ちゃんこのと。お二方はされてる方です。僕はすいません、もうなるほど。今あ、年抜けてます。そうですか。まあ、結構ね、これ、アクションに言うと結構、なんか多分、うるさいんじゃないかなって気がしますけど、なんかね。あ、いや、もうすごく、あ、っていうか、今生放送中なんですけど、ご紹介とかしてもいいですか？今、いい90です、人ぐどうらしい。ていいですよ。全然 OK ですよ。僕も自分で動画やってますんで、あ、で、僕の役所の人間も知っちゃってますんで、いいですよ。お名前もいいですか？読み上げ名前言いてまもす。名前、小川裕貴です。らって。あ、よろしくお願いします。よろしくおで、願いします。小川裕貴でございます。ケイソアカを11年されていて、独そうで立すされね。たっていう。役所人生がですね、合計21年で、そのうちの11年間、まあ、結果としてですね、まあ、僕は希望したわけではないんですが、結果としては11年間させていただきましたね、ケイソアカを。で、なん何かあって、退職されたっていう、どういっあ、た経退緯で職しすたのか？はですね、別によく退職したって言いますと、僕46なんですけど、なんかほら、公務員で普通辞める人って言うと、なんか犯罪を犯したとかっていうイメージが皆さんあるんで、誤解されやすいんですけど、普通にまあ退職金もらって、普通退職で、退職した理由はですね、まあ、単純に言えば、やっぱりこういったその生活保護行政とかはもう行政の中で直すんじゃなくて、外で直したいっていう気持ちが強かったですね。なるほど。それで、生活保護、それで、僕の動画にたどり着いたみたいな、そういそうう。いうことですね。僕、生活とか自分でも動画やってて、かつ他の人とかもいろんな、なんですか、ブログとかも見ながらこうやってるうちに、なるほど。和道さんのやつにたどり着いて、まあ、正直言い方悪いんですけど、あ、こっち面白いなっていう感じで、結構見てたって感じです。結構繰り返した朝とかですね、ありがとうござい現ま場す。いで。や、結構批判的な意見であったりとか、生活保護に関して知識あ、のわかなりいます人よ。が、結構叩いていたので、結構ずっともう4年間生活保護の実態とかをずっと喋ってたんですよ、僕自身が。いや、それが面白かったんですよ、ものすごい。ありがとうございます。で、そう。実際だから、なかなか、どうぞ。ですね、もう区議会議員と、若い区議会議員がいて、新宿の。で、その人に同い年ぐらいなんですけど、ぶったたかれたりとか、ブログとかに書かれて炎上しちゃったりとか、僕の名前も伏せてるんですけど、明らかに僕のことなんですよ、発言とかを見ると。そうでしょうね、わかりますよ。で、あととかね。は、新宿の区議会じゃない、都議会の、多分友達なんですよ、若い議員の、若手の議員が、テレビ出演した際に、橋下徹さんの番組出た時に、ニコニコ生放送で、こういうやつがいて、どう思いますかっていうので、なる僕、ほど引ね。用されてっていうのもありますね。で、結構当時は困っていて。あれなんですよね。わかりますよ。どっちかっていうと、そういう、なんていうんですか。まあ、いろんなパターンあるんですけど、多分そういった政治家さんって、どっちかっていうと、まずそもそも生活保護を知らないっていうのはまず大前提になるんですけど、実態ですね。知らないっていうのがあって、で、上っ面の情報でやってるんで、要するに、
生活保護を受ける人っていうのは、簡単に言うと年金も払わないでいて、要するに、もうお金、まあ、実際そういう方いますけどね、お金使っちゃって、なくなって、ギャンブルとかして、なって、だから自業自得なんだから、そもそも税金で、何やってんじゃないって、やってんじゃないっていうことで、2級以下に見る、要するに、かなり身分差別ですよ。まあまあ、その傾向そがあうるんで思いすまよ。す。はい。で、それってね、非常に細かいところを抜きにして、じゃあ僕が質問をするとして、よくある意見で、ほら、年金より生活保護が高いって言うじゃないですか、みんな騒ぐじゃないですか、よく。年金よりも高いですよって、生活保護が。生活保護12万で、国民年金6万なんですよ。ね。で、これ言うんですけど、まあ、これそもそも年金少ないのはその政府のせいですし、あともう1点が、年金も半分以上税金入ってるんですよ。そうなですんよね。で、別に年金生活者も、雇用保険の場合も、そうです、税金入ってる、企だ業かからら、も入ってるし、生税活金保護だけ税金じゃないので、年金も税金入ってますから、で、公務員だって給料、税金ですから、別に生活保護だけなんか取り上げて、こう、わーわー言うのが、非常に最初のうち、僕も移動したてはよく分からなかったんで、なんとなくそういう感覚ありましたけど、やってるうちに、いや、別にそれとはちょっと違うなってのは、それ分かりましたよ。で、やっぱ本当に切羽詰まってる人結構いるんで、現実問題。そうですね。で、結構、実は僕もホームレスになって、その生活保言護ってましにたね。なったんですよ。で、実際新宿のホームレスいっぱい知り合いがいるんですよ。で、やっぱりそのタコ部屋の問題があったりとか、トラブルになってっていうのありで、ますよ。ホームレスに戻ってきたとか、結構その取材とかもしてて、知り合いとかも仲間もいっぱいいるし、結構困ってますね、本当に。生活保護を正しく理解でき制度っていうのを理解できなくて、その水際作戦とかで嫌な思いしてとか。してますね。で、僕が実際その衝撃を受けたのが、初めて生活保護を受けた時に、その女の人が泣いてるんですよ、若い女の人が。で、子供2人泣いいてるる。とか。それあれですけど、動画でやってたやつですか？そうです、風俗で働けよっていう。体を受そうけです、るって。体打ってこいよ、歌舞伎町でっていってうこのれっは、て、もうびっくりしましたいや、ね。それはね、もう論外ですよ。さすがに僕の、また僕の場所が、風俗店が少ないせいもあるか分かんないですけど、それ言った人がですね、多分いないと思いますけど、さすがに僕がやってきて、今までで。だからそれ聞いて、結構新宿区って結構かなりシャレにならないなと思いましたよ、聞いてて、多分。相当だ。ってことは他のことでも、ギャーギャー言ってんだろうなって、大体想像つきましたよ、もう聞いてて。まあ、確かに新宿すごい多いんですよ。受けるわかる人わかるわかる。が。だからそう、まあ、数が多いところほどうるさくそうなっでちすゃうで、ね。まあ、人の心理としてなるんでしょうけど、ただそれと、その法律の適用と全然関係ない話まあなん関係で、ないですからね。数が多いから、じゃ厳しくするんだ。そういうもんじゃないですか。これノルマがあるけど、なんでもないですから、数が多いってことは、そこの町にそういう、なんていうんですか、簡単に言うと、その町がうまくいってないだけの話ですからね、そもそも。そう。で、そこの根本を無視して、ただ増えると、なんとかしよう、なんとかしようって、要するになんていうんですか、対処療法みたいなことやったって、何の解決もなりませんので、おっしゃる通りですね、本当に。そう。だそこをね、間違えてる人は非常に多いんですよ。だから、日本って面白い国で、よくほら、自分は働いて13万なのに、生活保護が12万とか言って、いや、それはそもそも、働いてるあなたの給料が少ないことを雇用主に言うべきであって、それは、こんだけ働いてるんだからっていうふうに、保護を受けてる人のことを言うのは、逆じゃないかって、僕は思いますよ、そういうふうに、いつも聞いてて、そういうこと言う人って。そう。結構多いんですよ、こういうこと言う人。多いですね。そうです。だからそう、そういうのもあって、まあそう、で、あとはその実際受けてる方がね、いろんな、そういう水着やったら、書類が揃ってないからって、書類が揃ってないから帰れとか言われるとか、こんなの全然間違ってますから、そうで僕、すよ動画でね。も言ってますけだど、から僕間違ってまもす。すごく勉強して水際作戦の、もう行った時にもう書類をくださいっていうことを言ってたんですけど、それまで、いや、相談がって言って、大変でしたね。その僕は申請をしに来たから相談はいらないっていうことを何回も言って、で、書類それを、で正解ですね。っていうふうにして、なんとかなったっていうのは実際ですね。そうなんですよ。だから、あと、で、あとは、まあ、あと結構そう、なんとかほら、その返そうとして、例えば親から、だいたい若くしていくと、仕事探してるとかってよく言うんですよ、保証。だけど、そもそも生活保護って、まず受けてから仕事を探す制度ですまあから、そうだでっすて、ね。最後のセーフティーネットそう、手持ち金がそうです。2、3000円しかないのに、仕事探せって言ったって不安で探せないじゃないですか、人間だっまあて。無理ですよね、実際無そ理での。すよ。だから、よっぽど自分のつてがね、あるとか、で、つてがあったら、そもそも相談来てませんから、もしつてがあれば。
で、あとはその受けた後に決まらないで騒ぎますけど、就労支援事業とかやりますけど、そもそもほら、そんなすごいスキルがあったら、受けてないわけなんですよ、あ、まそさもそにそのも。就労支援の制度を利用しようとしてて、ダメで生活保護になったんですよ、僕が。そうなんです。いや、あの制度、ダメですよ、就労支援制度。それがびっくりしたのが、僕、千葉県だったんですよ、住んでたところが、住民票が。僕もね、千葉県船橋市だったんですよ。あ、船橋だったんですか？あ、ええ。僕、成田だった、地元が成田だったんですよ。何ですか？はいはいはい。で、とある、事件を起こしてしまって、ホームレスになってっていう流れがあって、で、3年間仕事とかも受けられなくて、で、国の制度のほ、あの、介護の仕事とかを国で30万固定出して、寮もつけるっていうのを言って、絶対君、もう募集受かるよって、若いからありがとうって言ってたんだけど、最終的に、あ、これ、都の制度なんですって言われて、で、もう自殺も考えて、どうしようってなってた時に、なんていうんですかね、生活保護っていう手段を知って、ネットで。それで受けに行ったっていうのが経緯ですね。そうなんですよね。そうか。じゃあ結構最初その制度を受けたんですね。なるそうほでど。す。所長、制度の前の、今最近よく作ってる制度ですよね。なんか非常にいろいろ条件多いんですけどね。あれはすごい、なんか。非常に。で、家賃の貸し付けだなんだとかいろいろあるんですけど、大抵そっちの方、でも大体あれうまくいかなくて、結局、来るんです。で、そこの債務があって、どうのこうのって話になって、で、来るんですけど、そう。いや、だからあれやんだと、普通にもう生活保護一本にして、で、変な話ですけど、まあちょっと言い方が良くないですけど、もうね、40過ぎたらね、何の経験もなかった、経験があまりなければ、正社員無理ですよ、今の日本で。難しはっきりいですね。難しいですよ。だってもう、それでもって就労支援の、うちの生活保護就労支援事業に参加して、なんか医療事務の資格取れてたって、まあ、仮に万が一資格取れてたって、そのお金も出さないですからね。自分の保護費であるんですかね、通信口座で。通信口座で取ること自体は難しいですし、かつ、仮に万が一取ったとしても、経験なかったら多分採用してくれないんですよ。僕、それを思ってたんで、思いながら見てたんですけどね、多分無駄じゃないのかなっていう、まあ、支援員さん言うのはそれでいいのかなと思って見てて、横です、そう。で、それでちゃんとやんないと、今度は指導指示違反って打ち切りに行くんですよ、今度は、その時に。そう、これひどいですよ、だってそう。いやいや、打ち切りっつったって、だって別に参加したら取れないのしょうがないじゃないですか、もう資そ格れとかは打ちそう。切れっていうのは上から言われるんですか？その現場周りいの。や、あのね、いや、うちの、あ、あ、でもうちはね、あの課長が変わってから、うるさい課長になったと言われましたね。でもそう、それっ課長に呼んでてすよ。もう完全違憲状態ですよね、違憲ですよ。だから違憲だ、ずるいんですよ。そういう打ち切りっていうか、そういうふうにちゃんと指導しろって言って、部下にやらしといて、自分は知らん顔するんですよ。ですよね。そうそれです。は、課長が言われてるってことは上から来てるわけじゃないですか。それ誰がどういう経緯でそういや、う流多れ分になるね、んですいかや、うね。ちの場合は、ね、完全に課長の独断ですね。あれ、部長言わないです。部長、僕ありましたけど、部長はどっちかっていうと、元の福祉長い人、どっちかっていうと、助ける側の発想の人だったんで、部長は。で、課長がちょっと変わってるんですよ。要は思そう。想的な、個人のプライそう、ベー思ト想の的思な。想で、そういうこと。そうです。だから勝手に課長がなんか、どこどこに施設はダメだとか決めたりとか、結構ね、強引な人で、あんな独裁者置いといていいのかと思ってました、耳見てて、そう。別に減らしたからといって、何かのポイントが上がって、その審査に何も、昇な、い級や、といかっや、ていうわいや、けではないんですよね。まあ、僕は知らないですけど、基本的に僕は言われたことないですよ。例えばケース何ケースか減らすとかっていうのは全然ないですよ。そういうのは全くなかったです。僕はね、ただ違う市ではちょっとあるらしいんですよね。そういうのはね。そう、違う市ではちょっとあるみたいで、うちはないです。ないんですけど、なんとなくその課長がなんか言ってくるでしょうがないから、こっちももうできるだけ、ほら、打ち切りにならないように書類作っちゃうんですよ。しょうがないから、そう、頑張ってますってことで。そう考えないと、だってもう、だって気をつけないと、ほら、早く27条出せとか、なんとかって言ってき、27条って言えばいいし、打ち切りのあれですよね。それをやれやれ言ってくるんで、そう、そうさせない。いや、本人頑張ってますよって感じで、しないともうそう。だって年齢単純にもう40何歳だったら仕事あるよって平気な顔して言うんで、だから実際自分じゃやってみてよって話ですよ、本当にもうそう。自分が、本当にそういうね、手持ち金ない状、まあ、保護、まあ、受けたらいいですけど、40何歳でハローワークでも何でもいいですよ、ハローワークでも。やってみて、仕事正社員になれるかって話ですよ、本当に。僕多分なれないと思いますよ。難しいでそう。すよね、40いくつ難しいですよ、今のこ学の日ぶの。本のね、この雇用形態で、どうしたって、例えばだっても、
僕が実際こうやめてみて、ちょっと試しにやってみたんですよ。はい。45で。で、営業で固定給10万の会社ちょっと申し込んだんですよ。はい。これ固定給10万とか普通のもう会違社そうじゃ法ないですでか、こすんなから会社。ね、そもそも 固定給普分。通はだからこれは受かるけど、受かった後ややめちゃうってパターンですよね。まあそうですね、ブラックってで、やまあ、つで出す社ね。条件はあるんですよね。はい。ここで、ちゃんとハローワーク通してやって、ハローワーク通したからちゃんと返ってくるんですよ、返事はちゃんと。はい。来るんですけど、はい。返事で不採用ですからね。おと、で、僕、ある人の別の人に聞いたら、ー。はい。まあ、ぶっちゃけ営業でも、例えば小川さんの年齢であれば、やっぱ経験とかがあれば、多分取ってはくれるかもしれないけど、ないと取ってくれないかなって言ってましたからね。その経あの営業との経験者に聞いて、別に僕、別の仕事やってるんですよ。そしたら、それ聞いたら、中し聞いたら、実際どうなのって聞いたら、別に小川さんの公務員やってることは全然関係ないから、まあ、とりあえず公務員やってたことはプラスでもマイナスでもなくて、まあ、普通に仕事したりしたんだってことで、あとは多分営業経験ないし、40も5だから、だから別に今さらだったら若い人雇う方がいいやっていう発想だけだと思いますよっていうのを。だから別に履歴書の書き方とか関係ないですよ、言われましたもん、はっきり言って。いや、よく言うんですよ、履歴書をね、なんか書き方の練習とかってやってんですよ、なんかずっと役所でもそう、なんか、就労支援事業で一生懸命。そう。まあ、そういうのも、関係はあるらしいんですけど、微妙に。だけど、僕はするともうそういう問題じゃないような気がしてますね、見てて。僕なんかそのよくその今なんベーシックインカムとか話題になっベーてるシけックインカど、ム、僕もベーシックインカム、今、メッセンジャーで別のサイトで、その議論ですごいやってるんですけど、ベーシックインカムの議論は。でも本いいです来か、であれば、その僕憲法その生存権の話をするのであれば、生活保護の方がその格差社会、僕ベーシックインカムもともとは反対派で今賛成派なんですけど、なんで反対だったかっていうのが、その要はインフレは起きてしまうから、制度が対応できないから、結局貧乏な人が損をするっていう起きま仕す組みね。なんじゃそうないですかっね。ていおっしゃるう。通りです。そうわかります、わかります。だから国民番号とかで、要は徴税とか強制的に消費税とかでやってるんだから、国民番号で管理して、要は生活水準以下の人を強制的に振り込んだ方がいいでしょうっていう、生活保護の制度を見直そうよっていう論者だっそうたでんです。すよ。まあ、ただ、やっぱりその全員が受けてるから安心っていうのもあるのかなと思って、なんていうんですかね、生活保護を廃止。なんか不思議なのが、生活保護を廃止しろっていう人ほど、ベーシックインカム賛成の意見が多かったりしてたんですよ。コメント欄とか見ると。そうですよ。ベーシックインカム賛成の人っていうのは、だから、これがですね、ちょっとこれも聞いてマニアックな話になっちゃうんですけど、実はベーシックインカム賛成派ってよく、希望の党とかが言ってるベーシックインカムなんですけど、これは既存の社会保障制度をなくしてベーシックインカムやっちゃうんで、結果として1人当たり月2、3万しか取れないそうなんですよ。まあ、っていうかもう、あれですよね、制度が壊れますよね。いろいろ。取れま特す。に医療費の問題とかもあるし、生活保護で一番負担かかってるのって、確か高額医療とかだったりするじゃないですか。4割か5割が医療費で、半分が入院医療費なんですよ、医療おお。費は。だから、どうしてもお金ね、保護費減らしたいんだったら、ここの病院からの診療報酬請求をきちんと高いお金で医療事務の人雇って、チェックさせれば、かなり、ここはかなり減りますよ。なんで病院はど、あの生活保護の場合では、直接病院、役所間直払いなんで、高めに請求しますから、そうおです金よを。ね。実際それはありしまますすかよら、ね。だからこれは受けてる人の問題じゃなくて、要するに病制院度のの問も題なんで、ここは別にメス入れても、まあいいんじゃないのと思うんだけど、ただここは意外と議論してる人は少ないんですよね。やっぱり医師会なのかなと思いましたけどね。なんかあんまり。そう、いや僕単純にそれで、多分医療事務の人をね、ケースワーカーがいらないから、2、3人雇って優秀な人をチェックしてもらえば、多分減りますよ。だって、ケースワーカーが何も分かりませんからね、医療知識ないからね。あんなの、こういったのも自分でやってると変ですけど、言い方悪いけど、大したことないですからね、それは正直言って。稀に詳しい人いますけど、まあ、ほとんどはもう正直言って、まあ、なんていうのかな、早く異動になればいいや的な人多いですから、そうです。まあ、中には好きな人っていうか、そのハマってる人がごく一部いますけど、それも例外中の例外ですからね、そだから僕、めんどくさいやつ扱いされて ずっね、と課そう長ですよ。担当でしたわかります。だよから、多分、和藤さんとかだと、多分その市役所側からすると、要するに、そういう、なんつうの、問ちょっ題と児ですよ処ね。遇困難ケースっていうのがあるんですよ。処遇困難ケースがあって、これ別に決まりないですよ。ただ、なんとなく、そういう人に関しては、じゃあ、そのなんていうの、それが、そういう対応できそうなケースワークを当てるんですよ、担当者を。
ケースワーカーの担当は変わったけど、ずっと課長が横についててっていう状態でしたね。まあ、じゃあね、まあ、でもある意味でもその課長はまだ横につくだけマシですからね。うちの、あ、まあ、で、僕の課長だったら絶対横来ませんから、ね、ただ命令だけしますからね。ああ、最最悪悪なな、パ要ターンすでるすにね。司令官ですからね。まあ、そいい課長でしたね。まあ、何回もぶつかって怒鳴り合いになってるんですけど、お互い。まあ、だからその課長さんは、比較的まあ人情はいくらかあったじゃないですか。わかんないですけど、そうっすね。横に作っただけ。はい。人情はあったんだけど、結局、いや、普通に働けっていう、普通ってなんだっていうことでずっと。いては分かりますよ。要するに自営業でやろうとするとダメだとかっていう立場なんですよ。はい、そうです。それで、違憲だって言ってたんですよ、僕は。職業選択の自由、侵害されてるじゃねえかって言って。じゃあね、生活では、保わ護、かりました。和田さんおっしゃったり。まあでも向こうが言ってることもわかるけどっていう、この国のルールではそうなってないよっていうことをずっと言って まあだから倫理的な問題を持ち出されてるんですよね、ずっと。そうですね。だから、職業選択の自由は一応制限はされちゃうんですよ。例えば仮にもし儲かる仕事がつけるんであれば、自分が好きじゃない方のそっちでつくようにっていう一応決まりあるんですけど、ただそれがない場合は別に選んでいいんですよ。別に全然。そう。だから最初から頭から自営業ダメとか、何々業ダメってやっちゃダメなんですよ。例えば、はっきり頭から。よく自営業ダメっていう人いるんですけど、それ全然どこにも書いてないですよ。自営業ダメなんて、一言。国のその生活保護法の中に、職業を選択する項目があるっていうか、その優先度があるってことなんですか？項目が。優先な、優先の簡単に、ただ単純に、要するに自立に結びつく職業であれば OK なんですよ。あえて優先度。だから別に自営業であろうと、何業であろうと、何業でも、例えば極端に言えば、いわゆる学生である場合にとか、そういう違法行為はダメですけど、いわゆる合法であれば、要は安どんな定職収業入であがれ、見込めて、あそう、る程度っていう。収入が見込めればいいんです。だから僕は例えばこれ、自営業やって、それで自立しますよっていうんだったら、それでいいんですよ、全然。なるほど。自立するっていうか、自立に向け、相当収入得れますよと。だって何もできなくて、下手さ怒られますけど、例えばなんか、ポスティングとかやって、月5、6万稼ぐよりは、自営業で10万稼ぐ方がいいわけじゃないですか、当然。そう。例えばですよ、一例として。僕の家庭、自営業の人いましたからね、実際。ただ子供とか多かったんで、自立はできませんでしたけど、まあまあ稼いでた人。なるほそう。子供が3人ぐらいいたから、結局、最低生活が上がっちゃうんで、ちょっととても必要経費もちょっと自営業よくかなって、まあでも、やって、結局、収入はでも、入ってるんで、これは、これ、ここ、ここ、で、かえってそれやめちゃうと、別の仕事を探せになっちゃったら、多分見つかんないなってことで、それでも OK してましたよ、なる僕はですほよ、ずっと。で、OK してて、それは上の人は、あんま何か言ってくるのか、まだ自営だかとか言って、それはなんか、言わないっていうか、上が気づいてない感じでしたね、だからね、それは。上もいい加減なんでね、そう。まあ、とにかくね、問題だらけですんで、この制度。そうっで、すしね。かも、でも、しかも、ものすごいなんか、ほら、こう、差別的な、最近特に、まあ、外国人は特にそうですけど、日本人に対してもね、すごい、なんていうのかな、生活保護っていうと、非常にこう、なんかこう悪いことをしてるっていう、こう、見方をする方がもいらっしゃるんですう、わ、僕、今、未だそに言われますもん、生活保護、不正受給って。生活保護であるっていうことを言ってから、もうずっと不正受給。だから、もう、要は、あれなんですよ、弱い者いじめなんですよ、完全に。そう。だから昔の得た否認みたいなのをそう作っです、そうでて、す。そこをいじめさせて、お前ら農民は働きよみたいな感じの、なんかその、そそう、ういうこ日とで本す。独特の、だからね、悪いのがすごい出ているんですよね。僕も同意見ですね。そう。だから本当に批判するんだったら、例えばその東芝とかね、不正会計やってる役員さんとか、東京電力で事故を起こした当時の役員さんとかに対して、なんでも未だにのうのうと仕事してんのって、普通だったら刑務所入りじゃないのっていう批判する、でも韓国なんか、だから韓国は財閥批判で大統領になったじゃないですか、ああいう人が。だから、財閥批判するのは分かりますよ、韓国。俺、韓国人は普通だと思いましたけどね。日本人、なんでそういう人批判しないで、生活保護者の人の方批判するの、俺、不思議でしょうがないですからね、見てていつも。不思議ですよね、ちょっと。不思議ですよ。だって金持ちを怒るなら分かりますよ。なんであんなにあいつ金持ってんだっていうふうに怒るんだったら分かる。それもちょっと極論ですけど、なんかそんな感じだったらまだ分かるけど、なんで、なんていうのかな、要するにお互いに、要するに仕事してる人だったら厳しい境遇なんでしょうけど、厳しい境遇同士が争ったって、それって結局だと権力者にとって都合のいい社会ができちゃうだけじゃないですか、だって。そうですよね。そうそう。本当に思います、そういうふうに。そう。でね、それをだから、ほら、で、選、
今回選挙ありましたけど、はい。結局選挙でもほら、例えばそういうこと言う政治家誰もいないので、はい。結局ね、なんかそう。はい。それは国民だって、それは選挙行かないでしょ。だって選択肢ないですもん、ね、そ小し川たらさん、もうあ出馬と。してくださいよ。え？僕ですか？はい。いや、僕ね、一応政治好きなんで、はい。でも最近国会議員とはやばいですけどね、本当うん。生活保護についでてちゃんも、とね、ほら、船橋適だっ用たしてくれてら、いい。立花さん、今、市議会議員じゃないですか、NHK をっていう。あ、立花さん、俺、もともと船橋市議会議員知ってますよ。あ、知り合いなんですか？ニコ生で知ってずっまとす。活動されてたんで、僕、すごいなとか思って、どん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 有名になって。立花さんはね、う結構ね、ちょっと変わってますけど、立花さんすごい、NHK の、ん。NHK のあれで、確かに NHK おかしいですからうん。うん。うん。ね。すごいですよいね。や、NHK はやばい。だから NHK が確かに美味しいから、みんな政治家の子供とか行くんですもん、就職。わかりやすいですよ、すごい見てると。すごい政治家のお子さんとか NHK みんな就職しますから。だって年収めちゃくちゃいいですから、NHK は。僕も NHK 説明会で行きましたけどね、一回なんかです。いや、別に NHK 僕働いたことないですけど、一回ちょっと行ってみて、なんか別に、その時は別に NHK がいいも悪いも分からなかったんで、全然なんかそう。今どういう活動されてるんですか？ YouTube とか、その。はい。YouTube はですね、完全にもう生活保護、あれ、僕どうなの、あ、Twitter とはい。Twitter。ブはログとですね、い。Twitter とブログと動画ですね。はい。で、ブログは、ごめんなさい、今出しますんで、生活保護、あ、ちょ、あれ、だい、一応、いや、一応作ってもらってる方が、僕があんまり IT が得意じゃないんで、ちょっとお願いしちゃってるんですけど、題名が、じゃあ、和藤さん、じゃあ、和藤、あ、これね、行政書士、はい。あ、今、リツイートしましたね。僕のリスナーさんに、あ、ちょっそうです、と、失礼し拳ます。せそれるで OK ために。です。行政書士生活保護専門家、はい。小川祐樹で。はい。消費税増、YouTube の動画、リツイートしたんで、ツイッターに。はい。なるほど。で、じゃあ、まあ、生活保護に関する知識をシェアしてるっていう認識でいいですか？そうです、そういうことです。だから生活保護で、受けてる人でもいいですし、なんていうの、別にこれから相談し行きたい人でもいいですし、もちろん関係ない方でもいいんですけど、見てもらって、生活保護ってどんなものかっていうのをですね、きちんとですね、あと、いろんな事件とかもよくあるんで、そういったことについてどういうものかっていうのを、動画で、ブログはちょっと最近ちょっと数減っちゃってるんですけど、これも更新しますけど、やって、それで、できるだけ調べてって、できれば、そうですね、自分自身は政治には興味あるんで、だからできれば生活保護の政治団体立ち上げればなと思ってますんで。ぜひぜひやってください、本当。だからそれをやって、で、もちろん、いや別に、だから、その生活保護の、なんていうのかな、生活保護の、誤解とか、もしくは実際受けていて、本来例えば通院交通費とかもらえるお金もらってない方もいますからね、そう。騙されてる方、そう。だって教えてくれないか分かんないですからね。それが相談に行ったら、なんか例えば、持ち家だと受けられないっていう、嘘つかれてる人とか、例えば、あと、必要書類揃ってないからダメだとか、よくあるパターンで、そう。いや、そんなもんなくていい、ね。そんなもん探してしまったらお金なくなっちゃうじゃないですか、まあ、死んじゃい話すまれすかば。らね、本当に。そう。いや、冗談よ。本当だって、いや、本当に死にます通よ。帳持ってこいとか、そう。言いますからね、通帳なんて作るだって金がないですもん。普通に金かかるじゃない、通帳作ると。住所持ってだから、ないそ人れとか自も多いで体、すからね、東京とかだと。いや、僕だって通帳、そもそもだって持ってない口座ありますよ。だから、それ、いきなり困った時に通帳作れなんて言われると困りますもん。だって、印鑑どうだったっけと思っちゃいます。そう。正直、本籍地だと俺、一回忘れたこともあったんで、困ったことあったんですよ。ああ、よかったなと思って、別の、別に生活保護じゃなくて、別のこの行政書士の書類取るときに、そう、あれっつって、あれと、本籍地何番地だったかなって。だから、皆さんみんなちゃんと申請することを覚えてるんで、本籍地ってみんなそういうもん覚えてるもんなんだと思って。だから、それを思えば、だから、あれ結構書類集めてやるの結構皆さん大変だなと思ってますからね。ただちょっと書類だけは必要だからしょうがないというもの。ただ一番いけないのは書類がないから返しちゃうとか、近くに親いるからダメだとか、わけのわかんないこと言いますんでね。
そう。で、あと市役所同士の引っ越しの時も、はい。なんでうちの市に来るんだって、そもそもなんでうちの市って、居住の自由って憲法で定められてますんで、どこ住うん。むかは自由なんですよ、そうで別すに皆ね。さん。居住権はありますもんね。あるんですよね。はい。これ憲法に書いたんですよ、ちゃんと。なうん。のに、それ平気で無視して、なんでうちの市来るんですかって、何聞くかと思ったら、通院交通費出してますかって言うから、この方出してませんけどって言ったら、じゃあちょっと可能性出ましたねとか、意味わかんないですよ、言ってること。もうだって、人権侵害じゃないですか、こんなもの可能性。だって、じゃあ1ヶ月住んで様子見て問題がなかったとか、だって、そんな動物じゃあるまいし、何言ってんだと思って聞いてても、聞いて江戸川区ですけどね、そう。いやいや、それはないでしょう、つって、そう。てなことが、まあ、今いっぱいちょっと言ったら聞いないんですけど、まあ、あるんですね。はいはいはい。実際その問い合わせが来たりするんですか？その見てる方からそうです助けよ。てくださいみたいな。最近ブログの、最近動画からのコメントが多いんですけど、まあ、例えば中にはそのコメントして、直接話したいって言って、携帯を教えてくれる人もいるんですよ。もう直接ちょっと話して困っちゃってるんでっていうことで教えてくれる方とか、で、あとは、例えばそのこういったもの、実際は役所の対応とかで、僕も一回、ある障害者加算間違えた方がいて、それで抗議に行ったら、まあ、ひどい、千葉市長のひどい対応だったんですけど、謝罪もないし、そう。まあ、例えばそういった、ひどい目にあった場合とか、録音が必ずしてくださいって言って、まあ、これを旦那の立花さんじゃないですけど、旦那録音してくださいって言って、で、その録音を、例えば場合によっては公開しますからって、ちゃんとっつって、なるほど。本人が OK であれば公開してあげて、それでほら、みんなにシェアできれば、そう、こういうひどい対応をしてるって、で、逆にそれが、いや、役所の人も聞いたっていいんですよ、役所の人だって、俺じゃ自分のことが公開されてるって分かれば、少しは考えますから。そうですね。そう。そうなんですよ。あの人で自分たちの言葉、多分おそらくどこにも漏れてないと思ってるから平気で言ってるんで、そんな、例えば、その辺で働けとか、新宿で、それ録音取られてると思ったら絶対言わないはずですよ、そんなこと。そそうですね。う。そう。だからね、正直、まあ、それも含めて、いろんなね、感覚ね、ちょっとね、要はね、簡単に言うと、ちょっと下に見て、なんか、だって公務員だって別に、まあ、申し訳ないけど、地方公務員ってそんなに優秀じゃないですよ。僕がやった、優秀というか、どっちかというとバカですよ。僕に言わせると。で、おそらく職業選択の自由の話もなんとなく分かってるだけで、憲法の条文も分かってないでしょうし、で、居住の自由だって、多分分かってない人いますよ。で、あと、憲法擁護遵守義務公務員の、これも多分分かってないですよ。おそらく、申し訳ないけど、まあ、それ分かんないと仕事、まあ、回りますけどね。だけど、要するに、大したあれじゃないのに、で、まあ、一応、大体平均年収が700万ぐらいですから、パターンとして。すごいですね。700万ぐらい。で、700万ぐらいで、かつ、これ、休暇が大体年休で、まあ、僕の場合言っちゃいますと、20日。で、夏休が大体7日。で、まあ、実際、夏休は、年休は取らない人いますよ。ただ、権利としてはあるんで、だ僕が取った時は、だから本当、20と7取ってましたから、だから場合によっては週3日ぐらい行かない、なんとなく休んだ時とかもありましたもん。でも仕事、僕、病院担当の時は仕事もなかったんで、だって病院って、もう法制活動を受けてても、もう寝たきり状態ですから、そうですよね。こうも行ったって、別に聞くことは、ただ看護婦さんに聞いて、じゃあ、だって体調悪かったら、病院がやるだけですから、であとは、じゃあ、もし、病状悪化した時は、葬儀会社の身内内手配だけしますんで、つって、そういう感じでやって、だから結構700万、だからほら、大体共稼ぎも多いんで、いいですよ。で、あと、育児休暇も今、3年取れますからね。すごいですね。ただ育休だと、まあ、給料出ないんですよ。でも給料出ないけど、共済組合から、給料じゃないんですよ。手当金として半分出ますんで、はい。そうなんです。だから美味しくできてるんですよ、まあ、これそう。みんなこんなんだって普通じゃ分かんないじゃないですか、実際問題、そわんなかん手ないで取るすなんよて。ね。で、そういうの、まあ、僕は生活とかっていうか、この辺は話してませんけど、この辺もきちんと政治家になったら、きちんと、まあ、話はしたいなと。まあ、市役所は変えられませんけどね。ただ、その後、じゃあ、役所は変えられないんだったら、うちの市は全国市長会とかで意見を言って、これを国に対してものを言うんだってことで決議してくださいぐらいは、市長言えるでしょって言えますか、そのぐらいは。そう。市長ちゃんと意見言ってくださいね。それとも逆にあれですが、その共済組合がお金もらってることが、市民に OK だって説明できるんですかって聞きますか、ちゃんとその時は。多分僕、OK しないと思いますけどね、皆さん。だって聞いてる人、OK しないでしょ。はい、民間でもらえるんだったらいいけど、なんで公務員だけ半分もらえちゃうのってなりますからね。そう、まあ、この人、それやっちゃいましたけど、だから生活保護でこれ受けられない人とか、そういうのは結構直していかないと、で、あと、役所の中でも部署として冷遇されて、例えばもう、なんか、
職員が80人、90人のにコピー機が2台しかないとか、ひどい話ですからね。要するに役所そのものが要するに下に見ちゃってるんですよ、部署的にも。で、余計そこにいる職員もまたいい加減になっていくっていう、こう悪循環起きてるんですね。実態としてそうです。多分和藤さんなんかまあ実際は受けてるから、そのケースワーカー、まあ、いろんな担当者いたと思うんですけはど、い、3、4人変わりましたね。で、担当者によって、なんか大体担当者結構聞き、まあ、最近若い方多いのかな、担当者どうなのかな。若かったですね。多分20若代手での、すか。はい、最後の20人は。代、昔はね、若い人は絶対やらせなかったんですけど、今最近若い人も結構させるんで、若い人ね、別にね、どっちかというと若い人は頭はそんな、むしろ年寄りよりもいいんですけど、ただね、結構機械的にやるんで、彼が。そうですね。そう、機械的やってね、薄っぺらい知識で機械的にやるんで、かえって混乱するんですよ。だそこはもういい、いや、言わなくていいだろうっていうところ、余計なこと言うんで、そう。で、分かって、中途半端なところでは言うから、それは相手怒りますよ。そう、と思いますよ、聞いてて。そう。で、相手はまず年齢高い人で余計怒っちゃうじゃないですか、もう、そう。まあね、多分僕の予想なんですけど、すごい入りたての人で、めんどくさいやついきなり当てたっていう感じですね。もう課長がずっと隣にいて、課長喋ってるのを聞いてるっていう状態だったんで、な勉る強ほど。であのめんどくさいやつ当ててみようみたいな感じだと思いますよ、多分。いや僕にー、いついや、たでも若ね、い人普通は。ね、僕だったら絶対和道さんに当てないですよ、若い人。逆にもっと、なんつうの、要するに話聞ける人を置いて、で、後で報告もらいますよ。そう。だけしますよ。だって、で、要するにどういうことしたいんですかって話して、で、それこそ法律だって調べますよ。怖い。で、怖いですもん、こっちが。だってもうそう。調べますよ、ちゃんと。だって、いろんな法律持ち出されたら、もうあれですから、当然そう。だって、それが普通の、仕事する人の、あれですよ。あんな無防備でやってる公務員、何考えてるのかと思いますよ、見ててそう。で、例えば書類預かって、いつまでも支給しないとかですよ。だこんなの、から、多分その役所の方だと、早くその次の作業に行きたいんですよね、多分書類を処理そういうこしとたですよ。りとか。おっしゃる通りで要す。はおっしゃ面る通倒りです。が起こる人は、もう嫌なんですよね、多分。嫌なんです。そうなんです。だから普通にその通ってくれる人、ハローワークとかに通ってくれる、そうです、病院そに通うです、ってくれる、おとなしくしてくれってことですよね、多分現場の人からすると。そうです。だから、ハローワーク行ってくれて、なんかスタンプもらってきてくれて、そうですよね。で、その一応報告書書いてくれて、ちょっとこれ数少ないからもうちょい書いてみたいな感じで書いてくれて、で、それで、はい、じゃあとりあえずおしまいってことで、まあ、やっちゃうかな、まあ、やっちゃうかな、中には若い人で変になんか燃えてると、ああでもない、こうでもないって説教するやつもいるんですよ。なんかその生意気熱にい。そう。そう。なんか、だって、そいつだって、そいつは、こいつは勉強して入ったのか知らない、苦労して入ったのか知らないけど、そんな、だって、例えば40とか20とか40代で仕事あんとみたいなこと言ってんですけど、じゃあお前実際40代になってね、公務員クビになって、お前仕事じゃやってみろよって言いたくなりましたよ、聞いてて。なんかもうそう、ああでもね、こうでもねってなんか言ってたけど、ずっとなんかそう、求人に年齢不問で、だって年齢不問で書いてあったって、実際年齢不問じゃないじゃないですか、ないっあんなすの求ね、人だ。実際。そう、だからその、それ、もちろん本人がね、そういうほら、職業のそういうの詳しくて、知識があって言ってるなら、まだいいですよ。ただ普通に公務員受かっただけの人間ですから、社会のことなんか分かってませんからね、何にもね。そう。いや、本当、あ、そうです、そう。政治だ家本に当になっなんかてくそういっださた意味で、いろんなその、動画とかです。動画だからもう、今年の4月ぐらいから上げてるんですね。動画は、ブログは2年前ぐらいからもう作って、最近ちょっと、今日作りましたけど、これから作っていって、それで、それで今今度、千葉市、ちょっと話マニアックになっちゃうんですけど、千葉市中央区の方が間違えて、全然謝罪もしないし、数字の、あれも直す、なんですか、数字の回答もいろいろしてくれないんで、いずれまたちょっと行きますけどね。多分撮影するって、一回撮影こっそり、撮影とか、最近は隠し眼鏡、隠しカメラが入ってる眼鏡って聞いたことありますか？ここについてるやつ、わかります、わかります。それで撮影一回やったんですよ、千葉市中央区で。やったら千葉市中央区、誰かが気づいたみたいで、なんか YouTube 側に申し立て来たから、なんかプライバシー侵害だとか言って、で、一応顔だけ隠したんですけど、いや別に公務員だから本来その、肖像権あっても顔出しても別にいいんですよ、公務そう員っですよて。ね。公公務務員中の場合は、公務公中務の員はいいん場です。合は。
判決で、出されることがあるんで、はい。いいんですけど、ただほら、YouTube って一方的削除しちゃうことあるんで、そうです怖かね。ったんで、うん。だからもう顔隠したんですよ、慌てて頼んで、そう。で、はい。顔だけ隠して、顔隠して、あとはずっと残ってるんで、なんか、まあだから、また息申し立て一回来たんですけど、でも、次は全く、ね、全然何の効力もなくて、だから結局、いまだに動画残ってますけどね、普通に一番うん。うん。おお。中国の動画。はい。なるほど。うん。どうぞ。はい。じゃあ、和藤さんは今も生活保護の方は動画ではやってないんで、別の方で動画やっていらっしゃるんですか、じゃあ。生活保護を受けてるかどうかってことですか？ん？あ、生活保護もだって受けてないですよね、受けてないで確か。す、受けてないです。もう、去年の12月末に切ってるんで。事実ですよね。そうはでい。すよね。僕動画見た時、確はい。かそうおっしゃってたんですよ。はい。でも、それ僕で、は生はい。活保護のことを語るっていうのは、質問があった時だけですね。そうですね。生活保護だったのって生そうで放すよ送中ね。に聞かれて、あ、そうだよとか、あと、まあ、今、生活が苦しいって言ったら放送上で、まあ、こうやって電話で話しながら、こうやった方がいいよっていう感じですね。あんまり、なるほどね。はい。まあ、でそうでもすよ全ね。然関心がある、まあ、テーマだ、テーマ、自分の中では関心のあるテーマですね、すごくそうです生よ活ね。保護っていうのは。だから和藤さんは今だから生活保護じゃない、その別の、別の分野っていう言い方でいいんですけど、はい。別のことでの、その動画で配信で今、その仕事っていうか、仕事はなんていうか、仕事でいいのかな、仕事をされてるって感じですかそうでね。すね。もうこのふわっちっていうサイトと YouTube のは収い。入だけで食べていってるんで、もうそれこそなんか、本当にくだらないことから何でもない雑談とか、いいと思うんですよ。なんか、そんな感じですね。でも本当に、なんか小川さんみたいに、ちゃんと活動してる人となんか、実際お会いして YouTube の撮影で、例えば生活保護4年受けてた人の体験談とか全然僕出ますんで、なんか、はい。ぜひやりましょうよ。なんか、だから僕もだから、はい。まあ、今ちょっと場所がありますけど、仙台行ったんだけど、あいや、本当にだから、そういう、なんていうんですかね、実際に例えばそういった生活を受けてた方とかの、だから本当にいろんな人見てて、で正直言って、まあいいんですよ、生活保護を受けたこととかない方とか、知らない方がわからないのも仕方ないんで、その方がもっともらしい意見をよくいろいろ言ってるんですよ。なんかビットコインやった不正受給者とかなんとかどうもなって、ビットコインやるやつはいるかもしれないけど、そんなやつはもう0.0001%の話だから、それでもってその語ってもしょうがないでしょって聞いてても、それはだから、脱税と同じで、凄まじい脱税する人もそれはいますよ、世の中には。それでもってして、なんかその、あ、それをこうか発見しなきゃなんて、いやいや、そんな能力あったら自分で仕事見つけてるって、そんなすごい能力、普通はね。その方は、まあ、たまたま受けたか知らないけど、だから、見てて笑っちゃいましたからね、実際生活保護を受けながら生放送やってる人すっごく多いんですよ。僕はカミングアウトし多いんてですか？多いんです。ただカミングアウトしていろんな人から、そう、私も実は言わないでねって言って実態をしてるんですよ。結構有名でな人でも受けてるんですけど、公表してないって。それはやっぱり怖いからだっていう、その叩かれるのがとか、そいや、叩かれますよう、ね。うん、まずね、まあ、わはい、かりますよ、それ、すごい。はい。でもまあ最近流れ変わってきて、その西川さんだったり、白住さんっていう、その生活保護だけど、堂々とやるっていう配信者とかも増えてきてるんで。だからね、だから僕はそうですね、そういった方ともぜひ、ぜひ、まず、和道さんとのね、ぜひ対談中、対談でもまあ別の形でもいいんですけど、そういった形でコラボさせてもらえば全然嬉しいですし、あとで、えぜひ、あとはやっぱり自分の考えとしては、今はとにかく生活をきちんとね、今ある制度をきちんとやってもらうことがもう今、緊急の課題なんで、そうそでのためだけになってますけど、ただ、要するに、ね、生活保護のベーシックインカム化って形が一番いいと思うんですよ。あ、そう、僕ベーもシックイン賛カ成ムっです。てや、いきなりベーシックインカムってやると、これやったらもう何十年の議論になっちゃうんで、そこまでもう皆さん待ってられませんから、大賛成です。生活保護のベーシックインカム化にして、だから例えばね、扶養義務なくすとかね、極端に言えばですよ、そういうふうにして、要するに所得移転ですよ。だから高所得者から低所得者の方にお金が移転すればインフレ起きませんから。大賛成インでフレっす。て貨幣供給量ですからね。そうすると、例えば日本で面白い一つの例を挙げますと、ほら、日本で消費税って全部8%ですよね。おかしいですよね。そんな国ね、ないんあ、ですないよ。ですよで、唯一言うとね、ニュージーランドだけなんですよ。韓国もやめたんですよ。そう、ニュージーランドは格差がすごいんですよ。そう、で、よく欧州が税率高い十何パーだって言ってたまに理事がいるんですよ、十何パーの人って。あれは
いや、ヨーロッパだって、例えばイギリスは食料品ゼロですし、みんな3%とか5%なんですよ、食料品が。そう。で、日本だって昔は消費税導入前は物品税って言って宝石なんか高かったんですよ、ものすごい税率が。いや、だ今、から宝石が。もうお金持ちとか、お年寄り優遇で若者本当大変ですよ。本当大変でに。しょ。もう本当だから、に。本当大変でしょ。だからそれで宝石業界が消費税導入した後に売り上げ上がったんですよ、ものすごい勢いで。意味わかんないですよ。宝石業界儲けさせたらどうするんですか。だって経済効果もないですし、もし経済効果言うんだったら逆に食料品非課、非課、税課税金を非課税にして、みんなが買えるようにすれば、大体低所得者の方が消費性向高いんで、物買いますから、その消通り費で増すえるよ。んですよ。うん。だもうからな、そうなんです多分よ。ね、生活保難護しい。いいなとか羨ましいと思ってる人に言うんですよ、若い人に。俺も受けたいっていう、その安易な考えで言う人がいるんだけど、13万円で生活、東京とかでどれくらいかって、僕全部内訳言ったんですよ。5万3700円だけど、6万円の家賃だから共益で6000いくら払ってって。で、残りいくらでインターネットとか電気代、光熱水道代って1日500円の食費でって、こんな生活したいって。な、俺は働きたいよっていうことをずっと言っていて、そう考えたら生活保護嫌だわって言って、バイトした方がいいわってちゃんと分かってくれるんですよ、ちゃんと話したら。いや、だからね、僕もだから別に今、人が豊かな社会っていう前提であれば、僕はだからもう仕事はそれこそベーシックにもいかないけどね、僕はもう仕事をしたくないんで、本当にもうギリギリの生活でいいから、その12、3万で、本当ご飯食べるだけで、病院もただでそんな状態でいいって判断でやるんだ、やるでいいし、いや、もっとやっぱり人間だから、当然その遊び行きたいとね。いろいろお金かかるじゃないですか、当然いろんな遊びとか趣味すればかかるんで、だったらお仕事しましょう。で、その仕事をきちんとみんながつける社会にするのが、それが政治の仕事なんで、政治家さんね、なんていうのかな、政治家さん、あんまどこの政党行くんだとかなんとかってもうどうでもいい話で、まあ、テレビ豹取りもゲーやムめでてほしすいんかですらけね。もう完全な豹取りゲど。ームと。で、そう。で、お祭り行ったとかね、いや、お祭りなんか行かなくていいから、じゃあ邪魔だからって話じゃないですか、そう。お祭り行って、そこで頭下げて、なんか、あの先生、まだまだ国民嫌いですよ、なんかお祭り来ると、あの先生は気さくな先生だとか、わけのわからないことを言う国民がいるからいけないんですけど、全然、だって、冷静に考えると、お祭り行く先生なんか最低じゃないですか、だっまあて。そうですよね。仕事しなさいよ、大丈夫よ。何あとお祭り来てんの、何やってんの、駄菓子全部買ったって。そんなんで売り上げ上げるよりも、ちゃんと政策的にどうするかやってくださいよ、経済の方きちんとって。それはだって、それは個人個人がね、出店とかで物買えばみんなが潤うよっていうふうに言うならわかるけど、政治家の先生は自分でそんな、豊田真由子じゃないけど、何万も払ってみんな買わして、秘書に全部食わせるようなことやったって、しょうがないじゃないですか、そんなことやったってさ。いや、本当、あれ聞いた、まあ、トヨタマイクもいけないけど、まあ、それに票を入れる、まあ、国民もあれだなと思って見てるぞ、見てるぞ。まあ、ちょっと話逸れちゃいましたけど、僕はまあ単純に今、本当に生活に困ってる方について、きちんと生活保護をね、まず受け入れるようにするのと、あと生活を受けていてもらえるお金がきちんともらえていない人とかね、そういった人をきちんともらえるようにしていくっていう、もうごくシンプルな公約ですね。なるほど。そうだ東京とか来られることって多いんですか？小川さん。大体ね、一応月1回は東京行ってますね。あ、本当ですか？僕、新宿に住んでるんで、今でも。も新宿し、で、じゃあ1回行きますよ。新宿に来ますって言い方せいですけど、新宿で、全然東京に、大体東京に、東京っていうか、ごめん、千葉に1週間行くんですよ。中央区の、その、例の件、別件中で。国例の件は今ちょっと止めてるって言あ、えば止変でめすて。けど、今ちょっと寝かしといて、いや、あれもいずれやりますけど、で、今住んでるとか新規民間に住んでますんで、だから新規民間なんで全然東京にも行けますんで、そう。だからいろんな、どっかで対談しますか？なんか YouTube のカフェあるじゃないですか。あれ、僕。あるんですか、まあ、僕、なんとなく、立花さんが聞いたことあるんですけど、なんか動画の再生回数見ると、カフェ、なんだ、なんかに無料ス招ペー待スされるんで。ができるんですよ。僕、チャンネル登録1000人超えてるんで、使えるんで、もうそこで対談とかでもいいと思いますし。ぜひ、いいですね。自分、今、チャンネル登録、例えば350何人なんですよ、今、なんか。大丈夫ですよ。僕、3人まで OK っていう、あれがあるんで、確か。そうですか。じゃあ、ぜひ、じゃあ、そこで、まあ、何でもいいですけど、まあ、あ、いや、生活保護で全然専全然、門、アジ僕、ア興味あるんで、もう、そこはもう乗っかります。
あ、じゃあぜひ生活保護の、うん。そのあれを、例えば、大体生活保護ってみんなほら、左系の人が多くて、い。どうしても戦争反対がくっついてきちゃうんで、僕、戦争反対いらないんで、そういう余計なはの、い。正直。もう生活保護にそう、特化するっていう。生活だけでいいんですよ。だはい。から、私は右でも左でもありません、ど真ん中の立場で、単に生活困っている人を助けるだけですと言ってるんです、いつもそう。僕はだからそんな右でも左でも、それはもう50ですからってどう思うかね、皆さん、受ける方で、全然、ぜひぜひ、ただ生僕活保は、護対談しましょそう、僕はもう右でも左でもないですう。し、はい。まあ、それはミサイル怖いですよ、それはっていうぐらいですよ、ってことうは。まあ、そんな感じで、別に、まあ、ただ J アラートはちょっと無駄じゃないかなって気はしますけどね、そんな感じですよ、レベルとしては。なるほど。あんなあったらしょうがないんじゃないのと思うけど、まあ、でも、そういう細かい話はもう抜きにして、よく外国人生活を反対とかって、なんか、うわーとか、なんかすごい変な過激な、ああいうのはもう別に、抜きにして、普通に今ね、困窮されてる方についてどうするかとか、あとはこういう制度もあるし、例えば中には受けていて、ちょっとこんなふうにケースワーカーに言われたんだけど、これってまずいんでしょうかとかね、例えばね、で実際、いや、全然まずいパターンもそれはあるにはあるので、ただ、中には逆に全然まずくなかったりとかね、本人が勝手に勘違いしちゃってる、特に精神疾患の方っていうのは、非常に不安になっちゃうんですよ。そうですね。だから例えば、小田原のジャンパー事件の時も、なんか意外とほら、肯定する人もいたんで、まあ、それは自由なんですけど、ただ、あれ、ジャンパー着て威嚇したら、精神疾患の人の中には、俺、多分ね、中には自殺とかしちゃってる人いるんじゃないかなって気がするんですよね。なんでかっていうと、僕の持ってるケースで、いや、勘違いしちゃって、もう俺生きていけないんだって、なんかもう制度変わったんだ、制度変わったこと言ったら勘違いしちゃって、自殺未遂行っちゃった人いたことあったんで、でみんな親族集まって違うんだよって、大丈夫だからって言って、でそんなんでもしちゃう人いますから、あんなジャンパーなんかで威嚇したら、中にはいいんじゃないかなと思って、これ、あちこ何年間もやってますからね、やりに行ったらね、まあ、それが表に出てこないでしょうけど、もう個人的にはちょっとそれ心配しましたね。しかもあれ、誰も処分受けてないって、またすごいなと思いましたね。なんかずぶとい市役所だなと思って、見てそう。そう。まあ、それはお手柄ですけどね、まあ、そういったあって、まあ、じゃあ、どうしましょう、新宿。まあ、新宿のどっか喫茶店で、まあ、撮影できるところで対談でも、どこでも、六ど本こ木でのも。カフェでも、その YouTube の、なんか、まあ、YouTube。僕も撮影したいんで、え、そうですよ。YouTube 用ゲにお互い、それでなんかトークテーマ決めて、事前に何日にって言って、生活保護、なんかいろいろ動画撮れたら、ぜひ動画撮りましょう。じゃ今、え、じゃ、じゃ、今、じゃ、今、えっと、あ、えっと、お名前は、え、和道えっでと、わ、す。えっと、和藤さんですよね。和道です。和藤さんは、じゃ、和藤さんは今、じゃ、生活以外のものでやって、動画と、ブログやってない、動画ですよね。僕は動画と生放送とツイッターとかだけですね、僕は。生放送、ツで、イッターの収入やってて、あ、すごいですね。まあ生放送がメインなんですけど、YouTube は2、3万とかですね、お小遣いが入るぐらいで。なるほど。あ、そう、生放送では、ニコ生の方ですか。違います。ふわっちって言って、URL 貼りましょうか、今。あ、そうですか。あ、いいです、いいです。じゃあ、いいです。URL。ふわっちはご覧になったことありますか？あまりないですか？あ、どうかちょっとわかんないですね。自分で見てるのは。多分あれ、ちょっとも、あ、えっと、自分はなんか適当に多分、あ、でも多分ね、ワードさんの生活を受けてる時の僕見るの、そっちが面白かったです。多分見てないかもしれませんね、わそっかりちまのし方た。がね。生放送今も回してるんで、あ、そうですか。あ、わかりました。なんか変なやつが、なんかぐちゃぐちゃ言ってる人もいれば、あ、いや、全然いいですよ、全然。何の話？って言って盛り上がってますね。いや、だからそう、いや、だから本当、だからそれで、ほら、ワードさんの方の人もご相談とかね、方いれば、全然自分の方で、答えられる範囲で、もうどんどん答えてきますんで、僕もうその。のリスナーさん、本当に生活保護で受けてる方、まあ僕が生活保護をカミングアウトしてたんで、結構いるんで、コメントでは言ってないですけど、生活保護で実際いるんで、多分助かると思います。僕のお客さんのそうです。層が生活保護の人かなりいるんで。言ってください。いろんなね、例えばいや、実際そうだけど、もう精神疾患の人で引っ越し認めてくんないって言って困ってる方とか、まあ、これは困っちゃってんだけど、今そうだけど、困ってる人とか、ケースがほら、病院聞きに行ってくんないとか言って、今、何しろ、いろんなパターンがね、あと、この金出るってのもちゃんと、大体言ってますんで、あと、こういう申告来ますよとかね、最近結構で、また保護費これまた減らすんで、また減るんですか？今。減らしてます。今ね、厚労省が発表して、要するに休地の見直しってのやるんですよ。で、休地の見直しって、見直しては聞こえはいいですけど、要は減らすんですよ。だって物価上がってるじゃないですか。
要するに、だから簡単に言うと、旧知事、だからおそらくだからですよ、どっか一部の地域は上げると思うんですよ、見直しだから、200人だから。でもだから要は10の中で言えば、1か2は上げるんですよ、地域で。ほうほうほう。で、8の地域は多分下げると思いますよ、要は近多く取れるところから減らしてって、うまく調整するっていう。く。そう。まあ、増えてますもんね、実際。ただね、保護者の数って最近ね、なだらかな、高齢者は増えてるんですけど、全体ではなだらか、若干微増になってますよ、去年ぐらいからそは。うなんですか。そう、統計的な、ええ、あれ、いや、それは多分おそらく、もともと保護費を安倍政権で3年間かけて減らしたんで、最低生活費が下がったからっていうのもあると思いますけどね。要するに今まで LINE にいた人が落っこっちゃったんじゃないかと思ってますけどね。なるほど。おそらくね、僕はその分析、わかんないですからね、それ分析、そう。でも、厚労省もやらないでしょうし、だから、わかんないですけど、なんかそんな気もしますけどね、実態として。なるほど。でも専門家というか、現場にいた方のご意見聞けたのはすごい楽しかったです。そうです。だから、ほんだ、いや、だから、正直言って、だから、多分ね、4、5年やれば、ある程度のことは、皆さんは、計算して分かってるはずと思うんですよ、実態はね。ただ、ほら、実際そこで、やっぱり役所にずっといると、絶対に、皆さん喋りませんから、まあそうですよね。ね。結リスクで局、すもそんこでね。ほら、ね、なんか、結局、うまく無難にこう、渡り歩くのが大体、地方公務員の習性なんで、大体。それは修そうです。正、そうしないと修正できないし、そう、自出分世で下手すると、ほら、変な、またほら、辛い部署とか行かされても、精神的に辛い部署行かされても嫌なんだけど、自分の希望のとおり行きたいわけですかそうら、ですよね。そしたら当然上にごまするんだったら余計なこと言わないんですよ、みんな。だ僕ぐらいですよ、結構、ペラペラ言ってたな、いおそや、らくだも。と思います。そう、でもそう。フリーランスになったから言えるって。極端にされる、別に逆らえたことがない。極端にめちゃくちゃ、ほら、上司になんか反乱とかしてませんけど、ただもう、彼やめちゃったんで、彼もうやめた以上はもうなんだって、好きにできると。ディスキーで言う。ただ、これ個人情報の守秘義務とかはそれは守りますけどもちね。ろんもちろただ僕の、もちろん受けてた方のね、いや、実はどこどこで住んでてなんとかなとか、そういうことは言いませんけど、そんなことは言いませんけど、ただ制度的なものとか、役所の中で実はこういう引っ越しなんかで、裏でこういうことやってるとかね、そういうことね。いや、ここのとこ一緒です。もうこれ、挑戦してるぐらいですよ。もう本当、凄まじいんですよ、やってることも。そう。もうちょっと、それ言っても、ちょっと、もう、きりないですから、ちょっと止めますけども、そこう。の動画撮影の時にぜひ撮らせてくださぜひ、じゃあ、連絡して、和藤さんの方の、時間のご都合と合わせさせていただいて、そうですね。来れるタイミングがあって、この時に関東の方来るって言っていただけて、スケジュールその時に確認できれば。はい。はい。それで調整あれしですか、て。じゃあ新宿区のあそこの、以前生活を受けてたところのあそこのところに今も住んでらっしゃるんですか。もう生活保護受給中のあアパートに今でも更れ、あれ新しなんかて。すごい、なんかあそこだけ見るとすごいなんかいいところに見えますよね、確かに画像上はね。いや、狭いですよ、6畳半の。わかります、あれ画像上で多分そう見えるの、そうわかでります。す。広く見えるんだけど、中来るとみんな狭とか汚とか言いますよ。わかります。僕の仕事やったらわかりますよ。いろんな人見てるんで、そう、だからそう、実際そんな値段しないとかもよく大体わかりますよ。なんとなくね、そう、なんとなくそう、いろんな感じの。そう、でも、いやー、わかりました。いや、ありがとうございます。わざとごいえいえ、丁寧にこちらこ伝えをしそ、ていただいて。せっかくのご縁なんで、今後ともよろしくお願いします。今後よろしくお願いします。ぜひ、和藤さんの、まだね、せっかくそういった新しい、いや、本当でも、そういうホームレスとか経験したとかなんて、自分はそういう経験は、ほら、結局、ね、してませんから、やっぱりないものが当然いっぱいあると思うんで、逆に、それも伺いたいぐらいですし、逆に、まあもね、う、現場の声いっ逆にぱ自い分聞いても、るし、今でもホームレ現ス場での声苦聞いしんでて、るんで、みんな、で、そうです。で、また現場で、ほら、実際、その現場というか、実際、まだ今受けて、今、実際苦しんでる方もいるでしょうかいや、いまら、す、いまそす。の方のお声聞かせてもらえれば、ぜひですね、私の方で、もちろん、救ったら大げさですけどね、アなんドていうバイか、スと手いう助けでか。きる範囲があれば、本当にさせていただけると思います。ありがありとうがとうごござざいいまます。す。こういった機会が本当にね、いや、本当、なんかないかなと思ってて、ブログ動画って、多少知ってる人はできたんですけどね、あったけど、本当に、和藤さんは結構、影響でかいですからね。僕は敵が多いですよ。僕敵はじゃあ、じ敵ゃあ、じが。ゃあ、あれかな、立ち話と知り合ったと同じで、敵作っちゃうと同じパターンかな。立場、立場一緒ですよ。YouTube のコメント欄荒らされるかもしれないんで、それは覚悟しておいてください。閲覧は増えると思うんですけど、ええ、Twitter で変な DM 来たりするんで、すぐブロックしてください。
あ、ツイッターで DM で、なんあ、かいいおじゃん。前和道と悪巧みしてんのかとか、なんかそういうバカなリスナーが集まってくるんで、速攻ブロックで。る。僕はそうで、僕は全然だから、ね、あのね、あの、いろんな人とお付き合いするだけですからって言いますよ。そう、ただね、ただ一つやることは、右でも左でもなくたら、ね、生活困ってる方を救うだけですからね。どうぞ、それです。でも言うだけですよ。別に、いや当然、だから立花さんと付き合った時も、だからなんかその、やっぱアンチたち立花いるんでね。まあまあいいっ最す近は全く、そう、最近は全然もう立花さんともうちょっと交流ないで、もう分かんないんですけど、全然、なんか何やってるか全然。そう、わかりました。ありがとうごじゃざいそまれです。また、ありがとうございます。またじゃあ連絡しますので、はい、はい。失礼しはい、ます。失礼します。はい、お願いいたします。はい。YouTuber の小川祐貴さん、ケースワーカーを11年経験されていて、なんか偶然僕の生活保護の、大炎上している動画に、擁護コメントを書いていただいて、僕がそのブックマークで、YouTube のコメントで一番そのトップに出るように設定することができるんですね。そしたら、Twitter、DM いただいて、ぜひぜひちょっとお話できませんかっていうことで、で、放送中にこう、LINE のやり取りしてて、ぜひなんかでコラボできたらいいですね、みたいなことを言ってた、ぜひって言ってたんで、今生放送中なんですけど、お電話で話してみませんかってなって、こういう流れでした。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。